スタニスワフ・シュチェンスヌイ・ポトツキ伯爵。スタニスワフ・シュチェンスヌイ・ポトツキは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、軍事指導者、伯爵。シュチェンスヌイ・ポトツキ、フェリクス・ポトツキとも呼ばれる。1774年より1780年まで、王官僚大貴州、1782年より1791年まで、ルーシュ県知事、1784年より、 王冠領陸軍中将、1788年より1792年まで、王冠領法兵隊、長官、1792年より、タルゴビザ連盟の司令官を務めた。ベウツなどご地域の大官でもあった。ポトツキと息子たちトゥルチも本拠とするキエフ県知事、フランチシェクサレズイポトツキ伯爵の息子に生まれ、1774年、22歳の時に、 王官領大騎手の地位を得て、中央政界に進出し、若くして国政に影響力を持つようになった。国王スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキは、おじで、ルーシュ県知事のアウグスト・アレクサンデル・チャルトリスキ構が1782年に死ぬと、その知事職を、ポトツキに与えた。1784年、ポトツキは破産したキエフ県知事ユゼフ。 ガブリエル・ステンプコフスキから連隊長の職を買い取り、間もなく、陸軍中将に承認した。ポトツキは1万キロ平方メートルもの所領を持つ、共和国最大の資産家の一人で、特に南東部のブラツワ府県を勢力地盤としており、同県内の不満にある領地だけでも総面積16万8000ヘクタール、旧都市246村に13万人の農道。 抱えるという膨大なものであった。彼は四年議会に、ブラツワフ選出大議員として、席を占めると、母国を破滅に追い込むような裏切り行為を始めた。ポトツキのそれまでの経歴は、彼に、大きな野心を抱かせていた。その広大な所領においては、王のように振る舞い、リベラル派の啓蒙主義者、寛大な主人にして、外見上は、愛国者である、ポトツキの評判は、 1784年に共和国政府に対して400人の不評連帯を無償で提供した時に最高潮に達した。しかし彼は国家の公的な財産とマグナートたちの個人財産は全く別のものだと考えていた。彼の理想とする政治目標はポーランド・リトアニア共和国を少数の大貴族たちが自治的に分裕する過当性のもとに置き、 半永久に王位を空位として、支配者たる、大貴族たちが最高権威者を輪番で務めていく、新国家体制の構築であった。ポトツキの政治目標は、同じ大領主である、王冠領大へ、トマンのフランチシェク・クサベリ・ブラニキ、き、野戦へ、トマンのセベリン・ジェブスキに感銘を与え、彼ら三人は、政治的な同盟関係で結ばれることになった。スタニスワフ・マワホフスキと、 カジミエシュ、ネストル・サピエ派が4年議会の議長に選ばれると、ポトツキと改革派との政治的距離は、さらに広がった。ポトツキは自由主義的な国政改革に懸命に、反対したが失敗に終わり、1789年11月に、議会を去って、ウィーンに移住したが、同地で、共和国の新しい政治理念を攻撃する、プロパガンダ活動を続け、古文関係にある、 地方議会の政治家を使って国政に対する影響力を発揮しようとした。タルゴビツ連盟の首領にして、外国奴であるスタニスワフ・シュチェンスヌイ・ポトツキの肖像画をコシチュシコ法規軍の兵士たちが家計にする光景。ヤンピオトル・ノルブリンがポトツキは1791年の5月3日憲法に反発し、共和国の自由を防衛するために神聖ローマ皇帝。 レオポルト2世に、ポーランドへの軍事介入を要請したが、失敗に終わった。しかし1792年3月には友人たちと、共に、サンクトペテルブルクに赴いて、ロシア政府への単願を行い、女帝エカチェリーナ2世の協力を取り付けた。これに伴い、1792年5月24日に、 ポーランド旧体制の復活を目的とするタルゴビツ連盟が結成され、ポトツキは連盟の司令官に就任し、同連盟の事実上の独裁者としてトゥーリチンの城から直接に司令を出した。5月3日憲法が廃止され、プロイセンがビエル・コポルスカを占領すると、ポトツキは再びサンクト・ペテルブルクに外交交渉に赴いた。しかし、そこで自分がロシアによる、 ポーランド支配に利用される形で騙され、すでに無用の存在とされていることに気づかされた。1794年、コシチュシコ放棄の際には、反乱軍によって、本人不在のまま死刑宣告を受け、その肖像画が家計に処せられた。彼は、共和国の消滅後の1797年に、ウィーンの居宅を去り、 通り鎮に落ち着くと、自らの所領を拡大することに専念した。1797年、ポトツキは、ロシア帝国の不評隊の司令官とされたが、翌1798年10月30日には、同職を退いた。死に際しては、ロシア将軍の礼をもって葬られた。ポトツキは、 生涯に3度結婚し、2番目の妻ユゼフィーナ、ムニシュフブナとの間には11人の3番目の妻で、ギリシャ人のゾフィア・クラボネとの間には8人の子供がいた。ありがとうございます。